さらに茂木さんのサイトを見ると、我らが安倍晋三首相は令和元年9月3日の党役員会にて来週の9月11日内閣改造を行うと発表しました。麻生太郎副総理兼財務大臣と菅官房長官については留任する予定ながら、その他の大臣はかなり大規模に入れ替えるとのことです。それを受けて急浮上しているのが茂木敏充経済再生担当大臣の外務大臣起用です。ネットを見てると現在の河野太郎外務大臣でいいんじゃないのという声がたた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 ほたありまして、確かに私もそう思います。茂木さんが外務大臣になるということは現在の河野太郎外務大臣がお辞めになるということで、これを求めていたのがあの立憲民主党の代表であらせられる古山枝野、枝野幸男代表です。彼は8月28日のラジオ日本の番組の中で南国がジーソミアを破棄した理由について、韓国を追い込んだ責任は重い、コン太郎外相を変えるしかありませんと批判したとのことです。だがちょっと待ってほしい。枝野さんは南国を追い込んだとおっしゃいますが、南国が次から次へとピシッとブーメランを投げ続けただけに過ぎません。いずれにせよ枝野幸男代表の分析によれば、河野太郎外務大臣の毅然とした態度が南国を追い詰めたということで、その河野太郎外務大臣がお辞めになるということは南国に有利に働くということになります。一体ね、どこの国のために政治をやってさすが共に民主党を目指す政党の代表はおっしゃることが一味違います。名前が挙がった茂木敏充さん、能力は高いという話が各所で聞こえてきますが、同時にそのお人柄についてはあまり芳しいお話を聞きません。さらに茂木さんのサイトを見ると、定住外国人の地方参政権OK とかね言っていて、なかなか危うい人物に私には見えます。とはいえこのタイミングでの外務大臣の起用には一定の意味があるのではないかと頭の体操をしてみたいと思います。まず茂木さんは2002年の第一次小泉内閣の時に外務副大臣に就任しており、第二次安倍政権が発足すると経済産業大臣に就任しております。以後しばらく党務に就いた後に内閣特命担当大臣として経済財政政策を担当しております。このような経歴から見た時にざっくりと言って貿易に明るいと言えるのではないでしょうか。まあ日米貿易交渉やってる時点で当たり前っちゃ当たり前なんですが、枝野幸男さんが望まれるように河野太郎外務大臣がその任を問われた時、これは推測ながら南国は大喜びするのではないでしょうか。さらに南国から聞こえてくる報道を見ると、こうであってほしいという思い込みが事実や現実を上書きしている。そこを下敷きとした時に、茂木敏充新外務大臣が誕生した時、彼らはこう考えるのではないでしょうか。日本は折れた。河野太郎外務大臣の事実上の罷免は、我が大南民国への許しを請うためのメッセージだ。これは私の推測に過ぎませんが、しかし我が国の外交方針を決めるのは我らが安倍晋三首相です。つまり基本方針が変わらない以上何も変わりません。ところがここに来てくるくるユニークな話が飛び込んできております。令和元年9月4日のハンギョレ新聞の日本語版を紹介します。韓国を訪問した日韓議員連盟幹事長の河村武雄氏がイ・ナギョン首相に、韓日両国がホワイト国除外と韓日軍事包括保護協定ジーソミア終了の決定をともに原点に戻そうという提案を受けたと主張した。ちゃんと在庫管理してないんで、その説明を求めたら無視されて、だからもう特別扱いのねプレミアム会員、ホワイト国指定というのはできなくなりましたよと伝えたところ、報復だ攻撃だと騒ぎに騒ぎまくった挙句に、もう騒がないからプレミアム会員に戻せよ
と言ってるようなものです。知らねえよ。思わず麻生太郎副総理がおっしゃったというこの言葉を思い出してしまいました。こちらは痛くもかゆくもない。やはり韓国に対しては助けても教えても関わってもいけない。それが第一だ。そもそも論で今回の南国のホワイト国優遇をやめちゃったとは安全保障の話であり、同時に貿易の話でございます。そしてこの茂木さんは貿易に明るい人物。いくら事実上機能不全に陥っているとはいえ、 WTO の原則に基づけば南国の主張が無理筋であることを明確に理解していると思われる茂木さんが南国を優遇するとはいささか考えられません。ホワイト国とジーソミアを同列に語るなかなかくるくるユニークな南国ですが、今国内景気がメタメタのガタガタ。そこからもしかして、もしかするとですよ、日韓 FTA とか今後持ち出してくるかもしれません。あるいは日本がジーソミアを維持したければ日韓 FTA だけではなく日韓スワップも再開しろよと求めてくるかもしれません。これらは推測というより極論に近いのですが、在庫管理に過ぎないホワイト国の話を国家の安全保障に関わるジーソミアで返してくる、そんな面白い発想されるのが南国政府なんです。極論ながらこうした日韓 FTA とかまあ出てきた時に日米貿易交渉をひとまずまとめた茂木敏充新外務大臣というのは国益にかなうのではないでしょうか。河野太郎外務大臣のままでもいいなとは思いつつも、この頭の体操をした時茂木さんというのは南国へのトラップとなり、つまりは嫌がらせとなるかもしれず、さらには盛大なブーメランを投げさせるための内閣改造とはうがった見方も過ぎるというものでしょうか。さらに外務大臣の交代で日本の態度が軟化すると南国が期待しているのであれば、こちらの動きの加速も期待できます。それは東京オリンピックボイコットです。令和元年9月2日の産経新聞電子版によると、南国の与党つまりムンジェイン大統領側の共に民主党、その議員団が8月に記者会見を開いて、日本は五輪を開く資格なしとまくし立てたと伝えております。理由は放射能で、実に日本を侮辱した話を垂れ流しておりました。また南国の世論調査会社リアルメーターによると、東京オリンピックどうしますかとの問いかけに 68.9% もの約7割もの方が選手の安全が優先なので追加の措置がないようであればオリンピックをボイコットするべきであるとお答えになりました。ボイコットはダメという意見はわずか 21.6% でした。さらに令和元年8月29日の朝日新聞は南国のくるくるユニークな動きを伝えておりました。韓国国会の文化体育観光委員会は29日、来年の東京五輪パラリンピックの開催時期の前後に、競技場で旭日旗をあしらったユニフォームを着たり、旭日旗を持ち込んだりして応援することを禁ずるよう、国際オリンピック委員会 IOC と大会組織委員会に求める決議を採択した。と、つまりは旭日旗を使うなとのことですが、これについては、令和元年9月3日の産経新聞に答えがありました。2020年東京五輪パラリンピック組織委員会は3日韓国国会の文化体育観光委員会が旭日旗の競技会場へ持ち込み禁止措置を組織委員などに求める決議を採択したことを受け、旭日旗は日本国内で広く使用されており、旗の掲示そのものが政治的宣伝とはならないと考えており、持ち込み禁止品とすることは想定していないとの方針を明らかにした。その通りです。お見事。我らを守ってくれている海上自衛隊の誇りが旭日旗なんです。それをね、よそ様の国に死の子のいられる筋合いはございません。一方、あの戦国38こと元海上保安官の一色正治さんは旭日旗持ち込みのニュースを引用する形で次のようにツイートしておりました。
当然の結論ではありますが、旭日旗は軍隊の旗です。軍人以外がこれを使用してスポーツの応援をするのは、私の認識では一般人が軍服を着て応援するようなものなので、極力使用をしない方がよろしいかと。なるほど、確かにこうした見方もあります。とはいえ、すっかり市民権を得たコスプレ、コスチュームプレーが日本ではあり、そのコスプレをしてイベントを楽しむという人たちもこの国には少なからずおります。なのでこれは個々人の見解の話かなと私は考えます。いずれにせよ、我々日本人の内心の話で、我らが海上自衛隊の誇り、プライドである自衛艦旗を見たくないとおっしゃる方がいるのであれば、我が国にお越しになるのは適当ではないと私は考えます。これは世界の一般論ながら、軍隊を持つ国の国民は自分たちを守る軍人さんに敬意を払うもの、その軍人さんの誇りを踏みにじるような方々はなかなか友達になるのが難しいと思いますよ。とはいえ、この1年に限定しても、南国は本来ならば武器にならないものを持ち出して武器であるかのように交渉を求めてきます。まるで俺が困るぞ、だから助けろ、知るかって感じなのですが、今回外務大臣が本当に変わったとして、それでも南国への態度が今まで通り戦略的放置、戦略的無視であるならば、今回の旭日旗と東京五輪のボイコットをセットにして交渉を持ちかけてくるかもしれません。俺が出ないと困るだろ、日本。ところが今絶賛こんな人たちからヘイトだ、キャベツだとフルボッコ状態になっている週刊ポストのあの特集に、東京五輪ボイコットなら日本のメダル数は2桁増とありました。何でもメダル争いで競合する競技が多くて、有力選手が減ればそれだけ日本人選手が有利になるとのこと。無論我らが日本代表選手はやっぱり面白かったし楽しかった、正々堂々と戦うってこんなに面白いんだなって改めて思ったと、世界卓球2018スウェーデン大会にて日本戦の直前に急に南北合同チームとか作って日本が不利な状況に追い込まれ、しかしその逆境を見事に跳ねのけたのが我らが日本のエースである伊藤美誠選手。そして先ほど紹介したツイートのように、我らが日本代表選手は正々堂々と戦ってくれることでしょう。また日本にやってきたお客様をおもてなし、 Welcome to Japan と誠意と愛情を持って接するのは当たり前のことながら、一方で来たくないとおっしゃるお客様のお気持ちはそれは尊重しなければいけません。はてさて、内閣改造がどのようになるか、いずれにせよ我が東京で行われる東京五輪において、スポーツの政治利用だけはごめんこむる今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
前消費石というものが出ながらに乗るゲストだった。赤が勝ち、ヤクザが撃って戦い、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。あの病気だってあなたに会えたからと、番組を最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出した皆さん、グッジョブ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、ダブルピースです。そしてパーを出したあなた、それではご一緒に本当のバイバイ。